幸せな言葉があふれる街。大好き名古屋、笑顔の言葉届けたい。どうです、いい写真撮れました？これなんてどうでしょう。いいと思います。第13回松山景観賞大募集。松山景観賞とは、市民の皆さんに景観に興味を持ってもらい、一緒に松山の景観を良くしていくため、市内の建築物や屋外広告、まちづくり活動などを表彰するもの。こちらが前回きらめき大賞を受賞した道後温泉空の散歩道です。足湯に浸かりながら道後の街が一望できるんですね。気持ちよさそう。ここが大賞を取った理由は？開放的な空間と市民と観光客の交流が生まれることが高く評価されました。なるほど、街と人との関わり、融合も大切な要素なんですね。その通りです。気持ちいい。よし、応募作品のポイントが見えてきた気がする。次に訪れたのは、きらめき奨励賞建築部門を受賞した道後温泉葛城琴の庭。木材がたくさん使われてて、木のぬくもり感じますね。素敵だな。建物のコンセプトを聞いてみると、私はもう100年間次の道後というものを見据えてこの建物を建設したというのが、偽らざる気持ちですね。それがこの和の雰囲気、モダンな雰囲気。建物の中に風を取り込む、廊下にも風を取り込む、そういうことでお客様が自然を満喫していただける、そんな場所であれば非常にいいのかなと。街並み・街づくり部門できらめき奨励賞を受賞した俳句甲子園。景観賞は建物だけでなく、人と人とのつながりなども受賞の対象になっています。わー、かわいい。こちらが審査員特別賞を受賞した秘密じゃない基地。オープンスペースとして無料で貸し出しもされています。へー、すごい、周りと調和してますし、この屋根も可愛いですね。そうですね、決して大きな建物ではないですが、のんびりくつろげる場所として評価されました。こちらも同じく審査員特別賞を受賞したピクチャーブックライブラリークララ。蔵を改修した施設図書館で自由に人が集まる場所として評価されました。13回目を迎えた松山景観賞では、受賞候補の物件や活動を募集しています。募集期間は令和4年5月31日火曜まで。詳細は松山市のホームページをご覧ください。ハイト松山俳句ポスト365。今週ご紹介する優秀作品は、仏の座口伝遠野につまびらか。口伝とは語り伝えること、遠野とは柳名国を著遠野物語の元となった町、つまびらかとは詳しい様です。口伝というものは、あの遠野にてつまびらかに語られているよという杭になります。新年の七草を祝うために探す仏の座は、妖怪や死者や神が生き生きと存在する遠野の特別な植物として集められます。仏の座と名付けられた植物と遠野という地名は、出会うべくして出会ったかのように、美しくも静かな言葉の火花を放っています。